先月出荷されたのは大きく育った20世紀梨。その梨作りに挑戦するのは兵庫県香美町の宮川司さん、37歳です。長野県出身の宮川さんは香美町が開いている霞梨の学校の2期生。高齢化と後継者不足による生産量の減少などを解決しようと去年から始まった取り組みです。霞梨。はい、ありがとうございます。宮川さんはもともと陸上自衛隊の隊員で、高校を卒業した後17年間勤務していました。梨農家を目指したきっかけは20歳の時、自主訓練で熱中症気味になった時に食べた梨でした。たまたまですね、母親が剥いてくれた梨を出してくれて、食べた時の味の強烈な美味しさと甘さがもう忘れられなくてですね。この取り組みでは準備資金150万円に加え、2年間の技術指導や経営知識などの研修、そして資金面もサポートが受けられる仕組みとなっています。梨の花も満開となった梨畑、この日は初めての花粉付けです。おー、座学の時に付けるポイントとして、なんか差し込むようにっていう表現あったんですけど、こういう感じ。ちょっとポンポンと、はい、花に触るような格好で、ポン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 ぐらいで、わかりました。机の上で習った通りにはいかないことばかり。これが大きいって形もいいなと思ったら、もうそれを残す。迷ってばっかりでも作業って本当進まないんだなっていうのも次にちっちゃいのってのと、これ。それでも宮川さんの梨作りへの情熱は変わりません。日々同じ光景がないというか、周りの景色がどんどん変わっていって、飽きる日が一日とない。作業は大変なんですが、そんな中でこう仕事できるっていうのはすごい自分としては充実感を感じる毎日です。今年は暑さも厳しく、カメムシの大量発生や台風対策など農家の苦労を初めて知りました。先月ようやく迎えた収穫、立派な20世紀梨が育ちました。ようやく自分の苦労が形になったのかなっていうのを見せられると、また自分一人の力じゃなくて、すごい支えてもらって、ようやくこうギュッと凝縮された梨の実なんで、なおさらちょっと感慨深いものがあります。熱心に梨作りに取り組んでおられますので、これからの霞梨の担い手として頑張っていただければと思います。梨作りから広がる香美町の農業や地域の活性化。宮川さんはこれからも思いをつなげたいと話します。宮川さんのひたむきなその梨を作る姿は印象的ですね。そうですね。地方でやっぱりその農業をやってらっしゃる方が高齢化したりとか、はい、人口がね、少子化で減ったとか、いろんなそういうのにこういう学校なりこうシステムを作って、人材を養成していくっていうのは、これかなり効果的な、ね、対策になるんだろうと思いますね。そうですね、神崎さん、やっぱり後継者不足、その対策というのが求められるわけです。そうですね、この地域では60年前280個あった梨農家が今まあ40個以下になっていると、6分の1ぐらいに減っているということ で、やっぱこの梨の学校の形で後継者を育てたいと、で学校ではやはりこの宮川さんみたいですね、本当に文字通り畑違い、転職を、希望していると、求めてはるということですね。一人でも熱意のある、ね、後継者が増えていったらいいですよね。速報原稿です。明日のポイントは何ですか？この高気圧に注目です。今日の知りたいに全速前進。今入ってきたニュースです。